本日はお忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。これより日本代表年間スケジュール2019記者発表を始めます。まずはじめに公益財団法人日本サッカー協会会長田島幸三よりご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。年末のお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。日本代表のオフィシャルパートナーのキリン株式会社磯崎義則代表取締役社長をお迎えし、2019日本代表年間スケジュールの発表会会見を行いますこと、本当に皆様方に感謝申し上げたいと思います。ロシア大会が何かずいぶん前だったような気がします。しかし今回のワールドカップ、日本が今までで最も世界にその力を見せた大会ではなかったかと思っています。技術力、俊敏性、協調性、粘り強さ、フェアネス、日本のストロングポイントを遺憾なく発揮し、ワールドカップでそれを世界に示してくれました。私たちはジャパンズウェイという形で日本代表の強化に努めてまいりました。今回のロシア大会ではその戦い方を具現化した大会になったのではないでしょうか。多くのサッカー選手たち、サッカーファミリーの皆さん、そして日本の国民の皆様を勇気と希望、感動、その渦に巻き込んだというふうに思っています。そういう意味でも10年後20年後にもっと素晴らしい日本代表チームになったときに、あの時に素晴らしい試合をしてターニングポイントになったねと言われるような、そういう大会だったと私は信じています。しかし2019年1月5日からは新たな大会がスタートします。 AFC アジアカップは森保監督にとっても初タイトルがかかる大会でもあります。世界大会と違ってアジアが簡単かというと決してそうではありません。かえってアジアの試合の方が難しいことがあります。今アジアの多くの国々は日本を倒したい、日本に追いつけ追い越せ、そういう気持ちを持ってやっているところがあります。それに対して私たちはしっかりとした戦いをし、成果を上げていかなければいけません。そしてキリンチャレンジカップ、コパアメリカに参加し、特に強豪ひしめく南米の国とできることを、このようなチャンスを生かしていきたいと思います。協力してくださいます J リーグ、各クラブ、そして多くの方々に感謝したいと思います。女子サッカーも経験豊富な選手から新たに新鮮な空気も加わり、アンダー20女子日本代表も悲願のワールドカップでの優勝を果たし、そこからの選手も多く加わりながらチーム作りを進めているところです。なでしこジャパン、躍動感あふれるサッカーをしています。フットサルも女子フットサルリーグの創設によって力をつけてきており、アルゼンチンで行われたユースオリンピックにおいてはアンダー18女子フットサルチーム代表チームが銀メダルを取るという快挙を成し遂げてくれました。喜び、悔しさなどさまざまな経験をバネに今後も大きく成長していくと思っています。なでしこジャパンは今年アジアカップとアジア大会の2大会を制し、文字通りアジアチャンピオンとして8回目の女子ワールドカップに臨みます。2011年の女子ワールドカップ優勝、2014年のアンダー17女子ワールドカップ、そして今回のアンダー20女子ワールドカップと3カテゴリーでの世界制覇は初めてです。しかもそのすべてがフ
フェアプレー賞も取っています。まさに私たちが目指すところの戦い方をしてくれているというふうに思っています。プレッシャーもあるでしょう。しかし、自分たちの良さを出し、自信を持ってワールドカップに臨んでもらいたいと思います。2020年には東京オリンピックがあります。なでしこジャパンもなでしこジャパンとしてその大会にもちろん出場します。男子はアンダー23の代表としてサムライブルーの監督である森保監督が率いて臨みます。日本代表にとってこの上もないチャンスです。この若い世代をカタールの代表へつなげる、そしてアンダー19の選手たちがそこに何人入ってくるのか、こういう多くのいくつかのカテゴリーが融合していくことが日本の強さ、そして将来の日本のサッカーを支えることになると確信しています。先ほどターニングポイントと申し上げましたが、日本サッカーが世界におけるプレゼンスを高めていくためにも非常に重要な時期を迎えていると思っています。フットサル、ビーチサッカーもそうです。フットサル、ビーチサッカーは強化、育成とともに普及、そしてレフリーや指導者の養成も並行して行っていかなければいけません。今後日本がサッカーで大国になっていくためには、フットサルやビーチサッカーといったこういうサッカーがファン層を拡大していくこと、フットボールファミリーを増やしていくには最も重要な役割を果たすと思っています。そのためには代表チームが強く引っ張っていくことが重要だと思っています。私たちサッカー協会はキリン様の多くの支援、そして多くのアディダス様の、そしてサポーティングカンパニーの支援を受け、私たちはすべてのカテゴリー、老若男女の大会、そしてチームをサポートしていきたいと考えています。この後、各委員長から来年のスケジュールと強化方針を説明させていただきます。日本のストロングポイントが随所に見える熱い試合をお見せし、日本中の多くの人たちを感動させていきたいというふうに思っております。ぜひ皆さん応援してください。来年も全国各地でキリンチャレンジカップをはじめとする国際親善試合を開催していく予定です。万全を期してお客様をお迎えしたいと思いますので、ぜひ多くのファン、サポーターの皆様にスタジアムに足を運んでいただきたいと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。お席までお戻りください。続きまして、本日は日本代表オフィシャルパートナーキリン株式会社代表取締役社長磯崎義則様にご列席を賜りました。磯崎様よりご挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。キリンの磯崎でございます。弊社はキリングループの製品をご愛顧賜りまして誠にありがとうございます。キリングループを代表いたしまして、サッカー日本代表オフィシャルパートナーとして一言ご挨拶申し上げたいと思います。今年はキリンサッカー日本代表を応援し続けて40年の節目の年でございました。1978年のジャパンカップに始まりまして、これまで178試合に協賛してまいりました。その間サムライブルーはワールドカップに6大会連続で出場し、アジアの強豪国として世界を驚かせ、またなでしこジャパンは世界一の栄冠をつかみ取ることができました。長い間ファン、サポーターの皆さんとともに同じような夢を追いかけ応援できたこと、改めて光栄に存じております。さて来年は各カテゴリーの代表が
世界へ挑戦する年となります。サムライブルーは1月にはアジアカップ、そして秋からはいよいよカタールワールドカップの予選が始まります。さらに強化試合といたしまして3月と6月にキリンチャレンジカップも予定しております。森保監督就任から4勝1分けと素晴らしいスタートを切っているわけでございます。とりわけウルグアイ戦の勝利っていうのは私自身大変感動いたしました。日本サッカー界の歴史に残る私は試合ではなかったかと思っております。森保監督の元ですね、ワールドカップの経験組とそして新しい力を今融合させてまして、さらなる飛躍を目指し頑張ってほしいと思っております。なでしこジャパンはいよいよ6月にフランスワールドカップに臨みます。高倉監督のもと世界の大舞台で大いに活躍してくださることを期待しております。また U22 は代表は2020年に向けて大変重要な1年になります。若い世代の挑戦というものを大変楽しみにしております。このほかフットサル、ビーチサッカー代表も含め全カテゴリーで日本代表が活躍できるよう来年2019年も全力でキリングループとしてバックアップしていきたいと思っております。その活動をより一層盛り上げるために来年からサッカー応援におきまして清獣キリンを使用いたします。これです。ご存知の通り清獣キリンはキリンのシンボルではございますけれども、実は幸せを運んでくるという大変縁起の良い想像上の動物でございます。日本代表にゴールと勝利を、そしてファンサポーターの皆さんに幸せを運んでほしいと思っております。私たちキリングループは飲み物を通じて人々を応援し、そしてサッカーを通じて人を応援すると企業でありたいというふうに願っております。清獣キリンの力も借りまして、さらにサッカー日本代表を盛り上げてまいりますので、引き続きよろしくお願いしたいと思っております。最後になりますけれども、田嶋会長、森保監督をはじめ全カテゴリーの代表監督、日本サッカー協会関係者、そして選手の皆様方のますますのご活躍を記念いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。どうぞ席までお戻りください。それでは2019年の日本代表のスケジュールについて発表いたします。まずは男子カテゴリーについて技術委員長の関塚隆より発表いたします。皆さんこんにちは。本日はお忙しい中、キリン株式会社磯崎社長をはじめ多くの皆さんにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。今の映像を見てもロシアワールドカップ非常に印象に残る大会でありました。そして日本らしい戦いを展開し、ベルギー戦では2対0から惜しくも負けてしまいましたけども、これからの日本のサッカーの芯を示せるようなそういう戦いができたと思います。そしてその後森保サムライブルー新監督はじめここにいる16森山監督、そして19の影山監督、アジア大会アンダー16のアジア最終予選、そしてアジア19の最終予選と非常に日本らしい戦いでアジアを勝ち抜くことができ、来年の世界大会に
の切符を手にすることができました。またフットサル、ビーチサッカーも来年度のしっかりとした戦いに向けて日本の方向で戦っていきたいというふうに思っております。それでは来年度のサムライブルーはじめ多くのスケジュールを発表したいと思います。サムライブルーですけども1月アジアカップ UAE で開かれます。ここではアジアの王者奪回を目指してしっかりとした戦いをしていきたいというふうに思っております。また3月6月のキリンチャレンジ、ここの強化を図りコパアメリカでこれはアウェーとしてしっかりとした強化を図り、そして9月からのカタールワールドカップに向けた予選に強化を図っていきたいというふうに思っております。次にアンダー22の活動ですけれども、3月、5月、6月、10月、11月、12月と強化遠征とそして強化試合を経て翌年の2020年東京オリンピックに向けた強化をしっかりとしていきたいというふうに思っております。ここでは森保監督が兼任ということで、サムライブルーとそして22の強化、ここをしっかりと融合した形で、強化を図っていきたいというふうに思っております。またアンダー20日本代表、これは5月にポーランドでワールドカップがあります。そして次のアンダー17の日本代表、これは10月にペルーでワールド大会があります。この2つの世代においては世界大会においてチームとしての成功とそしてステージへの個人昇格、これを目標にしっかりとした日本らしい戦いをすると同時に個の成長、ここを見逃さずに、そして それが日本代表につながるような戦いをしていきたいというふうに強く思っております。次にアンダー15、16、18ですけども、来年度からまた新たに各世代での日本代表を立ち上げていきます。しっかりとした日本の強みであるこの下からの成長、しっかりと上につなげていきたいというふうに思っております。来年の日本代表の活動において日本らしいサッカーをすると同時に個人の成長、世界基準に向けた個人の成長、これをしっかりとして強化を図っていきたいというふうに思いますので、来年度もぜひご支援ご声援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。お席の方にお戻りください。ここで改めましてキリンチャレンジカップ2019の概要をご説明させていただきます。2019年は1月に UAE で行われますアジアカップの後、キリンビール株式会社様、キリンビバレッジ株式会社様に特別協賛いただき、3月と6月にキリンチャレンジカップ2019を開催いたします。3月22日金曜日に神奈川県の日産スタジアム、3月26日火曜日に兵庫県のノエビアスタジアム神戸、6月5日水曜日に愛知県のトヨタスタジアム、6月9日日曜日に宮城県の一目惚れスタジアム宮城にて開催を予定しております。対戦国やキリンチャレンジカップ2019の詳細については今後決まり次第ご案内させていただきます。それではサムライブルー日本代表および U22 日本代表の森保一監督より2019年の抱負、ファン・サポーターの皆様へのメッセージをいただきます。
皆さんこんにちは。サムライブルーの監督をさせていただいてます。そして U22 日本代表の監督を兼任させていただいてます、森保と申します。よろしくお願いいたします。まずはオフィシャルパートナーのキリン様、そしてオフィシャルサプライヤーのアディダス様、そしてサポーニングカンパニーの皆様に日頃の我々の活動に支援をいただいていることに感謝を申し上げたいと思います。皆さんいつも我々のサポートをしていただきありがとうございます。そして今日ここにお集まりのメディアの皆さんをはじめとする我々の活動を支えてくださっているすべての皆さんに我々の活動の支援応援に感謝いたしたいと思います。皆さんいつもありがとうございます。まず兼任の監督をしているということで両チームの抱負を述べたいと思います。述べなければいけないところで A 代表のサムライブルーの活動のことに触れさせていただきます。来年の活動においてはアジアカップでタイトルを取ることを目標にして我々は臨みます。その前に私が監督になってからキリンチャレンジで今年の9月、10月、11月と素晴らしい対戦相手に恵まれて我々はアジアカップに向けて強化をすることができました。そこでロシアのワールドカップで経験をした組、そして新たに日本代表の歴史を築いていくことを期待している若手の融合でチームを編成させていただき、これまで活動させていただきアジアカップに臨むことになります。アジアカップに臨むにあたって今年一番大きなサッカー界のイベントであったと言っても過言ではないロシアのワールドカップで西野ジャパンが戦った戦い方を我々も継承していきたいというふうに思っています。西野監督は日本人らしさ、そして日本人の良さを持ってチーム作りをされて世界に臨んでいこうということで素晴らしいチーム作り戦いをされました。そこで私はスタッフの一人として経験させていただいたことをこの新たなチームに生かし、今度の来年のアジアカップで成果を出し皆さんに喜んでいただければというふうに思っております。アジアカップでは初のタイトルをかけて戦うことになる中、先ほども言いました融合をさらに進めていけるように、そして結果も出せるようにチーム一丸となって頑張ってまいりたいと思います。また来年はブラジルで行われますコパアメリカにも参加をすることになっております。先ほど関塚技術委員長の方からもありました通り、アウェーでの貴重な強化経験の場となります。これまで通りチームの成長をその経験を持ってさらに発展させていけるようにしていきたいと思います。本気の南米相手に我々が経験値を高め、さらにチーム力を高めて次に向かっていければというふうに思っております。南米のチームには我々が学ばなければいけないと思われることがまだまだたくさんあると思います。コパアメリカの経験をもとに我々がさらに成長できることを見つけてこれればというふうに思っています。また年末には最後にまたアジアの戦いに戻ってきます。アジアの戦いでも我々が力を示せるように、そして1年の成長をその大会でも年末に示せるように頑張ってまいりたいと思います。 U22 の代表の活動においてもまずは今年の戦いを少し振り返らせていただきたいと思います。今年の初めにアジア選手権アンダー23大会が中国でありました。
そこではグループリーグは突破できて、ベスト8でウズベキスタンに 0-4 で敗戦するという非常に悔しい思いをしました。その悔しさを胸にアジア大会にはU23 の大会をもう一度 U21 で臨み、準優勝という成果に結びつけることができました。まだまだアジアで準優勝ということで満足はできないと思います。我々東京オリンピック世代の代表の選手はこの本番である東京2020オリンピックで金メダルを取るために活動して準備して来ています。そこで我々が今経験していることを東京オリンピックでは金メダルに結びつけられるように来年度も活動してまいりたいと思います。来年もU23 の一次予選があります。そこでしっかりと戦って本大会の出場を決め、我々は前進していきたいというふうに思っております。我々を日頃から支援応援していただいている皆様、そしてファンサポーターの皆様に喜んでいただけるように来年も結果にこだわりつつチームの成長を促せるように活動してまいりたいと思います。まずは今年1年皆さんご支援応援ありがとうございました。そして来年もよろしくお願いいたします。それです。ありがとうございました。続きまして U20 日本代表の影山正永監督に2019年の抱負、ファンサポーターの皆様へのメッセージをいただきます。皆様こんにちは。来年 U20 の代表となります。今年は U19 日本代表の監督をしております影山と申します。よろしくお願いいたします。オフィシャルパートナーのキリン様には40年来の日本サッカーへのサポートとお聞きします。本当にありがとうございます。我々もさまざまな経験をさせていただき、強化の場を与えていただき、11月までに約1ヶ月かけて行われたアジア最終予選 U19 のアジア選手権をどうにかベスト4を勝ち取りまして、来年5月に行われるポーランドで行われる U20 のワールドカップにの出場権を勝ち取ることができました。出場権をかけた準々決勝は地元インドネシア U19 代表との戦いでした。ジャカルタにあるナショナルスタジアムが真っ赤に染まってですね、6万人という完全アウェーの中での戦いでしたけれども、我々の選手たち非常にたくましく、そして、過度に緊張することもなくプレーをしてくれたなと思っています。これは我々の U19 代表の中には今年 J リーグ1年目の選手が多いのですけれども、そこですでに J リーグのピッチに立って活躍している選手が多い世代だというふうに言われています。ですので6万人の中だから緊張する、それはもうすでに J リーグで経験していることだったんですね。逆にこの中でプレーできることを楽しみにしているような、そんなような表情を受けられたのは僕は本当にたくましいことだなと思っています。あえて言えば日本全体で若い世代で若い年代で活躍できる選手を育成強化していただけた、そのような、日本全体での達成できたものではないかなと思っています。一方でワールドカップやチャンピオンズリーグを見ますと、すでに同じ年代で世界のトップの国で、そして世界のトップクラスのクラブで活躍している選手がたくさん見受けられます。我々19歳で J リーグトップリーグに日本で出ているということに甘んじることなく、我々の U20 のワールドカップまでに期間は短いですけれども、育成と強化に励んでですね、努力をいたしまして、そしてポーランドで行われるワールドカップ、これをステップにして、その後の東京オリンピックにつながる U22 の代表、そしてフル代表サムライブルーへとどんどん活躍の場を個人としても上げていけるような、そんな選手が
もっともっと出てくるように、私の代で次の世代へつながるような、そんな強化をし、ワールドカップで彼らが暴れてこれるような、個人としてステップアップできるような、そんな努力と経験をさせてあげれればななんて思っています。来年2019年、我々のワールドカップは5月にあります。そこへ向けて短い期間ですが、全力を尽くして努力していきたいと思います。今後ともご支援とご声援をいただけますよう、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、 U17 日本代表の森山芳郎監督に2019年の抱負、ファンサポーターの皆様へのメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。アンダー17セブンティーン日本代表の森山と申します。昨年じゃない、今年ですね。その前にオフィシャルパートナーのキリン様はじめ、たくさんのサポーティングカンパニーの皆様、そしてメディアの皆様、ファンサポーターの皆様、いつも代表活動のご理解ご支援ありがとうございます。僕ら今年、アジアの予選、アンダー16のアジアの予選で、マレーシアで、厳しい世代って言われながらも優勝することができました。それは、本当に日本の育成年代のその指導の積み上げの成果じゃないかなと思っています。我々17のワールドカップ、それから20のワールドカップ、これ、2大会連続で、兄弟揃ってワールドカップに出る、これはこの十数年来なかったことで、こういう育成年代の、世界の経験値というのが必ず日本の将来に、つながっていくと考えています。来年はペルーで10月に行われるアンダー17のワールドカップですが、僕らスタッフは前回、昨年行われたインドで行われたアンダー17のワールドカップで、圧倒的な力で優勝したイングランドに対して、PK まで、相手を追い詰めることができましたけど、やっぱりそこで勝てずに、ベスト16で終わってしまったと。そこから先の景色、もっと高いレベルのその景色を見させてあげることが、またそれも日本の、その選手たちの経験値、あるいは日本全体としての経験値を上げることにつながると思います。という意味でも、将来の2050年の自国開催に、ワールドカップで優勝するという日本のドリームのためにも、やっぱり若い世代がさらに、高いレベルの経験値を持って、昇格していくっていうことも非常に大事だと思っています。それが少しでも実現できるように頑張っていきたいと思います。今後ともご支援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、2019年の女子カテゴリーのスケジュールについて、女子委員長の今井純子より発表いたします。皆様こんにちは、女子委員長の今井です。日頃より日本サッカー、女子サッカーを支えていただき、どうもありがとうございます。これから女子のカテゴリーについてお話をさせていただきます。2018年は各カテゴリーで非常に重要な重大な大会のあった年でした。まずなでしこジャパンは4月にヨルダンで開催されたアジアカップで優勝することができました。この優勝によって、来年に行われるワールドカップの出場権を獲得したこと、またそして優勝できたことでチーム力を高めるために非常に有意義な経験となりました。そして続く8月アジア大会、こちらは国内の所属のメンバーで戦いましたが、こちらでも優勝をすることができました。この2つのアジアの大会で優勝したことで、試合に負けない、かつそして大会を勝ち抜くということについて、チーム力を非常に高める積み上げができたと考えています。アンダー20日本代表は8月にフランスで行われたワールドカップに参加し、優勝を果たすことができました。オンザピッチ、オフザピッチともに非常に高い評価を受けた
非常に良い大会での優勝となりました。そして先ほど会長からもありましたが、この優勝によってなでしこジャパン、アンダー20、アンダー17の3つのカテゴリーをすべてワールドカップを制した世界初のチームとなりました。このことはなでしこジャパンが強くあり続けるために非常に重要なことと考えていて、これからもぜひとも続けていきたいことと思っています。そしてアンダー17日本代表、先月ウルグアイでワールドカップが開催されました。残念ながら準々決勝で PK 戦で敗れてしまい、大会最大数の試合を経験してメダルを獲得するという目標を達成することはできませんでした。しかしこの4試合から得た経験学びを最大のものとし、また TSG からもフィードバックを受け、今後に向けて短期、中期、長期の取り組みをしっかり検討して取り組んでいきたいと考えています。2019年のスケジュールです。2019年、なでしこジャパンはいよいよフランスで開催されるワールドカップに臨みます。目標は世界一奪還、そしてその翌年にある東京でのオリンピックに向けた準備の年です。8日の土曜日、つい先日ドローが行われました。でいよいよ対戦相手、対戦順、ベニュー等が決定し、具体的な準備に入っています。スケジュールに関してはお手元の資料の通りですが、2019年の前半で強豪との連戦を経て準備を重ね本番に臨みます。そしてワールドカップの後はオリンピックへ向けた準備へとシフトをして、国内での活動を中心に準備を進めてまいります。そしてなでしこチャレンジ、こちらは新戦力の発掘、そして将来に向けた刺激を目的に今取り組んでいます。先週も今年の活動キャンプを行いましたが、非常に熱の高い有意義な活動ができました。こちらはスケジュールには掲載しておりませんが、来年もまた2回程度、2回国内での活動を予定しており、新戦力をそこから底上げ、なでしこジャパンを底上げする新戦力をぜひとも刺激したいと考えています。アンダー19日本代表、アンダー16日本女子代表はそれぞれワールドカップ出場権をかけて AFC 選手権に臨みます。アンダー16は9月、アンダー19は10月にそれぞれタイで行います。ぜひとも3位以上を勝ち取って優勝を目指し、ワールドカップ出場権を得て、また良い経験を重ねていきたい。そしてそれぞれ将来のなでしこジャパンへ確実につながっていくような育成をしていきたいと思っています。来年2019年、20年、そしてここから数年間が日本女子サッカーにとって非常に重要な時となると考えています。さまざまな取り組みをこの時期に集中させ、パワーを持って進めていきたいと考えています。なでしこジャパンが世界で輝くことで、女子サッカーが文化となり、関わる女性がさまざまな形で輝くことができる、また女子サッカーの発展を通して日本サッカーの発展へ貢献していける、いきたいと思っています。そのチャレンジを支えていただいているオフィシャルパートナーであるキリングループの様をはじめとし、オフィシャルサプライヤー、サポーティングカンパニーの皆様、メディアの皆様、そして女子サッカーを支え応援していただいているすべての皆様に日頃の支援、ご支援に感謝するとともに、来年、そしてこれからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、本日不在にしておりますなでしこジャパン日本女子代表の高倉麻子監督からのビデオメッセージをご覧ください。なでしこジャパン監督の高倉麻子です。本日は日本代表年間スケジュール発表会見に出席できず申し訳ございません。来年開催される女子ワールドカップの抽選会、そして視察のためにフランスに来ています。2018年の活動を全て終えましたが、今年はアジアカップ、そしてアジア競技大会という2つのアジアのタイトルを取ることができました。結果が出たことで選手たちも自信になりましたし、チームとしても大きく成長することができた1年になりました。この1年、ご支援をいただいた
オフィシャルパートナーのキリンビール株式会社様、キリンビバレッジ株式会社様をはじめとする日本代表スポンサー各社様にお礼申し上げたいと思います。そしていよいよ2019年は FIFA 女子ワールドカップに臨む大事な年になります。抽選会を終えて対戦国も決まり、いよいよ勝負の年を迎えるんだなという気持ちの高まりを感じています。世界の女子進歩は目覚ましく、簡単な試合は一つもありませんが、もう一度ワールドカップを掲げることを目標にチーム一丸となってここまで頑張ってきました。ワールドカップまであと半年ですが、一日も無駄にすることなく、なでしこジャパンのサッカーを追求していき、最高の結果を勝ち取りたいと思います。そしてその喜びを応援してくださる全ての方々と一緒に分かち合いたいと思います。2019年も引き続きなでしこジャパンをよろしくお願いいたします。それでは2019年フットサルビーチサッカーのスケジュールと強化方針について、フットサル委員長の北澤剛氏に発表いたします。皆さんこんにちは。今年も40年もキリンさん本当に、ありがとうございました。そしてアディダスはじめ、各スポンサーの皆様本当に、ご支援ありがとうございました。そしてここにいらっしゃいます、メディアの皆様、今年も本当にお世話になりました。ありがとうございました。そして、映像をご覧いただいている、フットサルビーチのファンの皆様、今年も応援してくださって、本当にありがとうございました。そしてまた、サッカー関係者の皆さんも、協力ご理解いただきまして本当に、ありがとうございました。まずは、フットサルの方から、お話をさせていただきます。継続項目が多いんですが、我々の大前提として、コーチングスタッフの、体制の統一を図ってきたということ、これで、成果を出してきた今年になりました。ブルノ・ガルシア監督を中心に、鈴木コーチ、小暮コーチ、この2人に関しては、女子監督アンダー20の監督も兼任するということで、一貫体制を取るということができました。そこは、情報共有、そしてコンセプトの共通理解、そういったことを、短期中期長期的に、計画的に、そしてプランニングできたことに対して、最適化を来年も図っていきたいというふうに思ってます。強化方針です。今年を積み重ねてきたことを、加速させていきたいというふうに、考えております。そこは競争ということで、国内合宿の中で選手同士の競争、ここはもう今年新たにコンセプトの注入をすることなく理解した上での洗練された競争、そして対外試合による競争を図りながら強化の加速を図っていきたいというふうに思っています。そしてアンダー20のフットサル代表になります。継続的な方針が多くなりますが、どうしても専門的な強化を図る場が少ないということで、旧地域の皆さんに協力をいただきながら選抜チームを招聘した中で、専門的なトレーニング練習をするということで、鈴木監督、スタッフに皆さんに言っていただきながら強化練習を図っていくということと、あとは情報が少し少ない中でラージリストの構築を図りながらチームの強化を図っていきたいというふうに思っています。カレンダーになります。注目なのが上の段代表になりますけれども、11月に2020年に向けたアジアの予選があります。その前に洗練させたチームを作っていく中での国際親善マッチを、強化試合を9月23、25というふうに行っていきたいというふうに思っています。そしてアンダー20は前回ベスト8で敗れてしまったので決勝戦まで進めていくための方針として、大会としては6月14日から開催されますが、そこに向けた海外試合を入れた中での強化を図っていきたいというふうに思っています。女子になります。女子のスケジュールとしては、2020年の FC 女子フットサル選手権に向けた予選が予定されております。そこに向けたトレーニングキャンプを実施した中で大会に向けていきたいというふうに思っています。先ほどから話がありましたけれども、今年アジアで A 代表の方は女子準優勝をしました。そしてユースオリンピックでも銀メダルが図れたということ、限られた
日程の中で確実に着実に強化できたということは今年も継続的に行っていきたいと思いますし、そして小暮監督が進めているプレースタイルの確立をすることで選手たちが応用を効かすことによって成果を図れてきた、来年にもしていきたいというふうに思っています。そして日本女子フットサルリーグとの連携を図りながら2020年の大会に向けた2019年にしていきたいというふうに思っています。ビーサッカーになります。前回のワールドカップで思った以上の成績が出せなかったということで、まず立ち戻るということで、そしてまたラモス監督も強調していることの日本代表への誇り覚悟ということを強く言ってきています。ここは何のために戦うのか、誰のために戦うのかということをやっぱり理解した中で進んでいく大事なことになっていくように思います。そしてビーチサッカー砂浜です。そしてゴールが近いということでフィジカルの強化、そしてゴールキーパーの強化ということでここも中心的に評価を図っていきたいというふうに思っています。そして積極的な対外試合、今年はタヒチそしてロシアとも対戦試合を組むことができました。そして新しい選手を発掘する中で代表の合宿だけではなくてそこに選抜チームを作って合同の強化合宿を図ることによってラージリストの拡大化も今年は図っていきたいというふうに思っています。そしてここがラモスさんの一番の特徴だと思うんですけども、やはりワールドカップでも、もう少しで勝てた試合を落としてしまうということ、やっぱ試合の流れを読むこと、そういったところに対してのアプローチの手法を持っているということで、ここへの、適応能力というものは今年測れてきたので来年も引き続きやっていきたいというふうに思っています。そして目標としては、下にある通りワールドカップがあります。ここに向けて、ベスト4を目指して、監督は優勝というかもしれませんけども、ベスト4を目指して、頑張っていく中で、そして、アジアで、優勝を、目標として、進めていきたいというふうに思っています。カレンダーになります。注目になるのが、11月に、FIFA ビーチサッカーワールドカップが、開催されます。パラグアイで開催されます。そこに向けた、強化親善試合として9月の28、29と明石の方で開催されるので、ぜひ皆さんのスケジュールに付け加えていただければというふうに思っています。そこに向けた予選もあります。当然3月から開催される中でタイで開催されますが、3月8日の初戦がクエートから始まって参戦してきながら、ぜひ出場権を獲得して進んでいきたいというふうに思っています。以上になりますが、フットサルビーチだけではなくて、サッカーと共同していきながら、そしてサッカーファミリーを拡大する上で、フットサルの普及、そういったところにも、強化を図っていきたいというふうに思っています。よろしくお願いします。ありがとうございました。それではフットサル日本代表のブルーノ・ガルシア監督からメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。こんにちは。Bueno, antes de nada, agradecer a Kirin por los 40 años y a todos los sponsors que colaboran con JFA. まずは40年間、キリンさんのサポートと、あとその間までにも共に我々の活動をサポートしてくださった皆様に感謝を申し上げます。Y felicitarlos porque invertir en fútbol, futsal y beach soccer es una grandísima inversión como empresa. フットボール、サッカー、フットサル、ビーチサッカー、こういったフットボールに投資をされるということは本当に素晴らしい価値のあることだというふうに確信しておりますし、そのことのに理解があることを祝福申し上げます。Agradecer a todos los medios de comunicación que estáis hoy aquí y a los que no estáis que seguís a las selecciones por todo el mundo。あと今日お集まりいただきましたメディアの皆様、あとこちらに今日来られてない皆様も含めまして、いつも私たちの代表活動についてカバーをしていただきましてありがとうございます。Y por último, felicitar también a todos mis compañeros, colegas seleccionadores por el éxito del 2018. あとは、同じ代表監督の各カテゴリーの皆様、皆様の素晴らしい活躍を共に刺激をもらいながらできることを本当に喜んでおります。ありがとうございます。El 2018 para nosotros era un punto de referencia importante en el proyecto hasta el Mundial 2020.2018年というのは2020年までのプロジェクトにおいて非常に重要な年でした。Teníamos la referencia de la FC para evaluar cómo estábamos en ese camino, cómo nos iba.
AFC 選手権の成果というのを持って私たちの戦略強化戦略がどういう状況になるかというのを測る重要な年だったわけです。Como sabéis, hemos podido jugar la final y Irán, que está en un momento extraordinario, siendo tercero del mundo, pues nos ha vencido. 先ほども出てきました通り、そこで準優勝、イランに負けはしたんですけれども、今世代でも最強のイランに対してそういうがっぷり四つの戦いができるということは非常にポジティブに捉えております。Pero es verdad que consideramos que recuperamos nuestro prestigio en Asia y realmente a nivel subjetivo nuestras sensaciones es que de respeto ya nos respetan otra vez. ひとたび失ったアジアでの立場というところをもう一度取り戻し、もう一度私たちがここから上に登っていくための会議ができたというふうに思っております。Pero no nos conformamos con eso.Y queremos seguir creciendo, queremos seguir mejorando. ただもちろんここで満足しているわけではありません。引き続き強化、継続、向上していかなきゃいけない。Y para eso hay que enfrentarse a los mejores. Para eso hay que jugar contra los mejores. そのためには、より強いライバルと戦っていかなければいけないというふうに思っています。Es por eso que nos fuimos a jugar a Irán y después a Portugal, campeona de Europa este año, y hemos cosechado grandes resultados.そのためにそのことをもって、イラン、ポルトガルという強豪国、世界でも強豪国とその後も試合をすることを今年は行いました。Que nos ayudan en esa línea de crecimiento. 非常にいい結果を出して、引き続きの強化に役立ったというふうに確信しています。Pero además el 2018 también es muy positivo porque hemos trabajado muchísimo, seguimos trabajando en la formación de entrenadores y en la captación de jóvenes talentos.それ以外にも指導者養成、そして若手タレントの発掘、そういったところでも大きな成果を上げたと思っています。Con lo que, en líneas generales, ha sido un año fructífero y bueno para nosotros. ということで、2018年は非常に充実した有意義な年だったというまとめになります。El 2019 es el año más importante de este proyecto hasta el 2020. ただ、2019年はこの2020までのプロジェクトで最も重要な年になります。Porque tenemos la clasificación para la siguiente FC, que es la llave para el siguiente mundial. というのも、vinculado. AFC 選手権の予選、それは AFC 選手権にもちろんつながるんですが、その AFC 選手権がワールドカップにつながっている連携した大会だからです。Estamos muy esperanzados y muy ilusionados con seguir creciendo y mejorando nuestros resultados. 非常に期待感を持っていますし、自信を持っていますし、引き続き強化、成長を皆さんにお見せできるような取り組みができるというふうに確信しています。Y mi mensaje para la afición es que sigan apoyando el futsal porque lo mejor aún está por llegar. 最後にサポーターの皆様にメッセージを申し上げたいと思います。まだまだフットサル、これからが本番。一番いいところからこれからですので、ぜひご注目ください。Y mi mensaje para vosotros es que os deseo la felicidad y para eso es necesario la salud. Con lo que mucha salud para toda vuestra familia, para vosotros, para el nuevo año. ここにいる皆様に最後にメッセージですが、引き続きこの素晴らしい価値、皆さんと共有して味わい続けるために何よりも健康が一番ですので、皆さんご自身の健康と家族の皆さんの健康をお祈りしてご挨拶とします。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、フットサル日本女子代表の小暮健一郎監督にメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。フットサル女子日本代表監督の小暮です。まずはじめに、オフィシャルパートナーのキリン様、オフィシャルサプライヤー、サポーティングカンパニーの、皆様方、またメディアの皆様方、そして、ファンの皆様に、日頃のサポートの本当に、感謝を、お伝えしたいなというふうに思っています。ありがとうございます。2018年は、私自身女子の、代表監督に就任した、1年目となりましたが、非常に実りある1年になったのではないかなというふうに思います。A 代表の方は5月に行われた AFC において優勝することはできなかったですけども、準優勝ということでその先のユースオリンピックへの出場権を獲得することができました。そして10月に行われたユースオリンピックでは非常に準備期間の短い中ですね、若い選手たちが躍動してくれて、フットサル界初めて世界大会においての決勝進出、決勝では敗れてしまいましたけれども銀メダルを獲得することができました。
まあ、就任して1年経ってですね、若い世代の台頭であったり、まあ、新しいプレースタイルの確立というところが少しずつ手応えというのを感じ始めたのかなというふうに思っております。まあ、我々の最大の目標、そして私が就任して一番目指しているところは2020年のAFC フットサル選手権での女子フットサル代表としての初優勝というのを目指しております。そのためにこの2018年で蒔いた種をですね、2019年においてはしっかりと熟成させて、当然東アジア予選突破もありますけれども、2020年の優勝に向けて最大限の良い準備をしたいなというふうに思っております。まあ、男子のスタッフもやってますので、フットサルの男子の方のメッセージは先ほどブルーの監督がお伝えしましたけれども、女子のフットサルもまだまだ認知度は決して高いとは言えませんが、非常に選手も頑張っておりますし、魅力的なフットサルをしているというふうに自負しております。なのでここにいる皆様方はじめファンの皆様、ぜひ女子のフットサルの方にも注目をしていただいたら嬉しいなというふうに思います。引き続き応援サポートのよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きましてビーチサッカー日本代表のラモス・ルイ監督からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。皆様こんにちは、ラムス・ルイです。はじめ本当に40年間すごいですね。もうキリン様、アジデ様とかサッカー界支えているいろんなスポンサーの皆様が本当に心から感謝しています。私は今年3月に5年ぶりにビーチの方にやらせていただいて、まあ何がいいか何が悪いか誰がいいか誰が悪いか言うつもりはないけど、たまたまテレビで見た時がもったいない試合たくさんあって、まあ結局選手たちが見てるとその日の丸のその重みさが、本当の日の丸という意味がその背負って戦うという意味が分かってないなと思いまして、結局戦う手段があって、その自分でやめた後に、まあ皆さんどこ行ってしまったのか、まあ監督変わるとやり方がまあ変わるかもしれないし、選手たちそろそろね、まあ自分の時代が恵まれてたっていうのは選手たち自分でついてきたっていう、私やろうとしてることが信じてくれたことがうまくはまったんじゃないかなと。それで世界を驚かしてベスト4になったんじゃないかな。その後にアジア予選で2連覇がワールドカップで出てるのは私たちだけです。でベスト8 2回、まあ、今回が、まあ、いろんな選手の話が聞いて監督を辞めても、まあ、3月僕これからまあ1年時間がちょっと短いけど、まあ必要としてるんだったら私ラムス・ルイが逃げられない、必要としてるところが行きます。特に日の丸が背負って戦うということが仕事するということが私の中で本当に誇りというか、まあどんな名誉なことかな、みんな選手たちは分からない、いくらプロじゃないって言ってもやっぱりその日の丸というのことだけで今がみんなもうちょっと自覚持ってプレーしてさせてもらってるんです。もうやっぱり、いろんなビデオが見せてもらったんだけど、結局我々は、まあ、アジア今ものすごいレベル高くなってるし、もうさすが私も4年間離れてからもう特に自分で戻ってから、まあ、日本代表 もちろん勝つ、ラムスだけ絶対負けたくないのはちょっとあるね。ただどこの代表の監督さんがもうそれ多分感じてると思うんです。アジアでやっぱり日本だけ勝ってればあとなんとかなると、だすごい楽な試合はないな。まあ私たち来年3月にタイで
予選が始まるんですよ。もう私は今そろそろ世代交代もあってもいいんじゃないかなと思って、まあ、いろんな協会協力させていただいて選抜作ったりいろんな合宿をやらせていただいたんだけど、まあ、まだまだ、まあ、いろんな理由で、うん、まだまだだなと。結局自分ふたげたらまだまだベテランの力が必要だなと思って、監督の立場のコーチも、まあ、自分で2年前倒れてから、まあ、自分で一人で、まあ、特に会長いろんな人が心配していただいて大丈夫かなとか、まあ、僕は個人で大丈夫だけど前みたいに一人で全部仕切るのはちょっとどうかな、負担が、うーん、あるんじゃないかなとお願いして、コーチが今の牧野コーチと一緒にやって素晴らしいコーチで、まあ、彼も全て自分で持てるものが彼に伝わってる。やっぱり監督、あの選手だけじゃなくて監督ね、これからも日本育っていかなきゃならないし、世代交代があってもいいんじゃないかな。まあ、私はもう一回世界を驚かしたいなと思ってます。2年前イラン決勝まで行ったのはことがすごい悔しくて、我々はずっとベスト4行ったのは日本だけ、それ何年経ってもベスト8も見に行かなかったのに、いきなりイランが決勝まで行ったのは悔しくてもう一回チャレンジして、まあ、もちろん目標がベスト4とか決勝出ること、ただもう一回一番難しいのは、今が選手たちが話しているのはやっぱりその予選がものすごい厳しいな、だから戦もう一回戦える集団が作っていかなきゃならないじゃないかなと思っております。まあ、自分は自信があるんだけど、別に自分でプレーするわけじゃないんだから、自分ピッチの中に出てれば問題ないけど、まあ、監督の立場でちょっとでも、まあ少し見えてきてますね。だから一応アジアもちろん優勝して王者として出たい、でも今回が自分で素直に何とかしてこのワールドカップ出て世界も一度驚かしたいなと思ってます。これからも皆さんがね、ぜひサッカー界全体に今回いらっしゃってる皆様が、マスコミの皆様と来れなかった皆様もぜひまたこれから我々をね、あのせっかく支えていただけたら嬉しいな、せっかく今年のワールドカップの時に厳しい決断が来た会長、もう一回日本のサッカーが火つけたことが、我々は今回多分全員監督同じ気持ちだと思いますけど、この日が絶対消しちゃいけないなと私は思ってますけど、これからまあベスト尽くし、まあ命かけて死んでもいいかなと、ワールドカップを目指したいなと思って、ただ人生が何を起きるかわからないからね、こうやって話してましたね、また違うこと言ってるかもしれないけど、そこをまた謝りに行きますから大丈夫そう、はい、まあ、とにかく精一杯やりますので、また応援よろしくお願いします。ちょっと早いかもしれないけど、ここいらっしゃる皆様に本当に、素敵なクリスマス、そして来年本当にサッカー界にとって皆さんにとともにご家族素敵な年になりますように心から願ってます。今日ありがとうございました。ありがとうございました。それではこれから日本代表アイデンティティの発表を行います。それでは会長の田島よりご説明をいたします。このまま狩岡にこのことを言ってもらったら一番皆さんに伝わったかもしれません。日本サッカー協会は日本代表選手、ナショナルコーチングスタッフ、チームスタッフ、このすべてがどうあるべきかを定めて、共通の価値観を日本代表のアイデンティティとして策定しました。ただいまご覧いただいた映像にもありましたように、これらの要素は日本サッカーの礎を築いた
先人たちや歴代の日本代表選手たちが培ってきた日本代表の伝統です。日本代表らしさとは何か、日本らしさとは何か、日本サッカーの先人たちの誇り高き姿勢と行いを範として、今回我々はこの5つのキーワードをステートメントとして選びました。日本にサッカーの種をまき、長い不遇の時代にもそれを大切に育て、基本を築いてくださった多くの先輩方、その方たちの強い意志と情熱があって、今日の日本サッカーがあることは言うまでもありません。そのバトンを受け継ぎ、次の世代につなげていくことは、日本代表がより強く、より魅力的な存在になるために不可欠なことです。日本代表がオンザピッチだけでなく、オフザピッチでも世界に称賛されるチームとなれるよう、このアイデンティティを日本代表のエンブレムを胸につける選手、ナショナルコーチングスタッフ、チームスタッフ、すべてに浸透させていきたいというふうに思います。先ほど磯崎社長からもありましたが、この成獣麒麟、これも私たちと一緒に来年から戦っていくものです。先ほどラモス狩岡からもありましたけれども、本当にこの日の丸をつけて、そして我々のエンブレムをつけて戦う、その意思、そういうものをすべての選手、監督、スタッフに伝えていきたいというふうに思います。これが本当に最後になります。オフィシャルパートナーのキリン株式会社様をはじめ、オフィシャルサプライヤーのアディダスジャパン様、サポーティングカンパニー各社の皆様、プロバイダー各社の皆様、株式会社電通様ほか関係者の皆様、心からお礼申し上げます。そしてメディア、サポーターの皆様、来年も日本サッカーは全体が素晴らしい年になるよう、私たちは全力で取り組んでまいります。ぜひ応援していただければと思います。本日は長い時間本当にありがとうございました。ありがとうございました。ご質問をいくつかお受けしたいと思います。ご質問ある方、挙手にて社名とお名前の後でご質問をお願いいたします。いかがでしょうか。はい、では中央の方お願いいたします。すみません、共同通信の出島と申します。まず男子のフル代表と U22 代表の件で、関塚技術委員長に、あと磯崎様にも一点、その後にお伺いしたいと思います。まず関塚さんに、フル代表について、まずコパアメリカがフル代表の日程として、記載されてますけども、これはどういったチームでどういった編成で臨むかというような調整というか、ご意向はもうある程度固まっている上での記載でしょうか。これが1点。あと U22 代表なんですが、森保さんがなかなか直接指揮を取る機会が少なくてですね、ただ来年はもう五輪に向けた前年ということですので、これどういった形でその森保さんが直接指揮を取る機会を増やすのか、担保するのか、 A 代表との融合という話もありましたけども、例えば合同合宿とかそういったことも考えていらっしゃるのか、まずそのお考えをお聞かせください。あとすみません、磯崎様に、キリンチャレンジカップ、キリン様のそのサポートを、40年間いろいろ形を少しずつ変えながら広がりながら続いてきたと思うんですけども、例えば3月に、ヨーロッパで初めてキリンチャレンジカップをされましたが、これからこう代表に強化に求められる関わり方が少しずつこうこれからも変わってくる部分、さらにこう新しい関わり方というものが、ご支援の形というのがこれからあるのか、もしお考えのことがあったら教えていただきたいと思います。
大丈夫です、お答えします。森保監督が兼任ということで、まあ、非常にスケジュール的には IMD での活動が主になりますからどうしても重なってきます。ただやはりこの今年しっかりと中国対そしてアジア大会と踏まえて戦い方ということは非常にこうコーチングスタッフそして選手にも浸透してきていると思います。これをさらに個人の個の成長とそしてチームの成長それを20年につなげていくために最大限のやはり形をこれからも模索しながらしっかりと続けていきたいというふうに思っています。でコパのところでは A 代表で戦いに出ていきます。これはこれからの選手選考を含めて詰めていきますけどもしっかりとした A 代表これを作って戦いに出ていきたいというふうに思っています。それ以降のところでもアンダー22ですね3月に U23 のアジア選手権ここはどうしても重なってきますけどもその後のところでしっかりと20年につなげていきたいというふうに思っております。ご質問ありがとうございます。今日もずっとこの40年の歴史というものをお話しさせていただいたというふうにトークショーでもありましたけれどもこの間に、まあ、最初ジャパンカップというのは1978年ありましたけどいろんな形でですね、キリンとしてサッカー協会さんに対する関わりが変わってきていると思います。私はある意味でこれは進化しているというふうに思っております。途中からキリンチャレンジカップになったりオフィシャルサプライヤーからオフィシャルパートナーになったりはたまた、なでしこジャパンですとかあるいはビーチサッカーとかあるいはフットサルとか、まあ、いう形でですね当初予定してなかったというかあまり考えてなかったことが40年間でどんどん変わってきていてそういう中でご支援ご応援をしてきているというふうに思います。また残念ながら2011年には東日本大震災というのがありました。我々はサッカーを通してなぜ何かその地域あるいは人々のためのにですねお役に立てることができないかということを考えて、まあ、JFA さんと一緒になってですね取り組んできたと従いましてご質問の通りですね今後またさらにこの10年20年とある中でですねいろいろとまた進化することあるいはお役に立てることというのがあるかと思います。しかしながら基本のところはですねサッカーを通して人々に寄り添うそして飲み物を通して人々の生活に寄り添うこのことにつきましてはですね私は不滅であるし、ずっと永遠に続くものであるというふうに思っております。他にご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はいどうぞマイクをお持ちしますのでしばらくお待ちください。すみません、関塚委員長に今の質問に関連してそのコパアメリカがその同じ大陸でアジアカップを戦ったメンバーをこう、まあ、出せないっていうその FIFA の規定とかもある中でそのコパ自体の編成もそうなんですけどその前のキリンチャレンジカップっていうのを例えば別のチームで臨むような形もありうるのかとかその辺のこう連動のところについてもうちょっと具体的にもし今の時点でお考えあればお願いします。今の現時点では本当にこのスケジュールの中でうまくその融合ですかねそこを築きながら A 代表のところの強化とそしてアンダー22のところの強化これをねしっかりとつなげていきたいと大きくラージグループである可能性もありますし2つのところをうまくこう期間を変えながらやるこの辺はそこまでの状況を見ながらしっかり森保監督のと元で支えていきたいというふうに思っております。でアジア大会アジアカップとそれからコパアメリカこれはその招集義務はないですけども出てはいけないっていう規定はないので
そこのところはご理解いただきたいというふうに思います。はい、他にご質問ありますでしょうか。はい、では最後のご質問。日刊スポーツの岡崎と申します。森保監督にお願いいたします。ちょっと改めてにはなるんですけれども、そのコパアメリカの方に A 代表で臨むということに関して、その理由とか、その意思決定の一番そのプロセスとか理由というところを一つお伺いしたいと思っております。あとすみません、もう一つ、南米の相手に対してまだまだ学ぶところがたくさんあるというふうにおっしゃっておりましたけれども、具体的にどういったところをこう経験して学びたいというふうにお考えでしょうか。そうですね、コパアメリカに臨む、チームについてはまだこれから選手の状況等々も変わると思いますので、どういうチームの編成になるかっていうことは具体的には申し上げられませんけど、先ほど関塚委員長が言われました通り、幅広い年代で、代表を組むということは考えられることかなというふうに思っています。そしてコパアメリカというか南米での戦い、そして南米の選手を持っているもの、チームを持っているもので、まだ我々日本代表が日本サッカーを身につけなければいけないところはあるのではないかということをお話しさせていただきましたけど、個人のスキルのところで、もっとテクニックを上げるということ、判断力を上げるということ、やっていかなければいけないと思いますけど、南米でというかマリーシアという、言葉があったりとか、する部分、日本人は本当こう賢く戦うということ、今年のロシアのワールドカップでも、西野監督が、選手に自信を持たせ、チームに自信を持たせてやれるところではないのかということで、チーム作りをされていました。先ほどのプレゼンの中でも、試合の流れを読んで、試合を勝ち切るということも出ていましたけど、そういう、こう流れを読むという部分、マリーシアという言葉を学ぶ、ずる腰、よく日本ではずる賢さと言われますけど、日本には本当こう賢さがあるというところ、いろんな部分の局面で、賢さを発揮して、臨機応変に対応できるようにという部分、個人としてもチームとしても、選手に身につけてほしいと思いますし、我々スタッフも身につけなければいけないというふうに思っています。で、はい、大丈夫ですか。すいません。ありがとうございました。それではこれで質疑応答終わります。これよりフォトセッションを行いますので、撮影される方は前方の方までお越しください。大丈夫ですか。すみません、ピーカーをもらいます。すみません、こちらからお願いします。おはようございます。すみません、逆こちら側お願いします。こちらお願いします。はい、ありがとうございます。